おはようございます。長島淳之郎です。はい、今後行ってきたっすよ。何でしたっけ、あれ、那須川天心に勝ったら 1000万でしたっけ、あのトーナメント、3次トーナメントですね。とりあえず友達の、テーパリとゴーギャットジムが出るんで、そのセコンドに行ってきました。いやー、もう大変やったっすよ。大変じゃないですか。多分新幹線乗れへんやろうっていうことで、まず新大阪にも行けないんじゃないかということで、僕ん家泊めて 僕ん家泊めたらなんかもうベランダでタバコ吸うてるらしいし、もう、それはまた別のね、人から聞いたんですけども、あいつは。で、出たんですよね、一緒に出て。そう、行きましたよ、新大阪でまで行って。まあ相変わらず全然大阪の地理は分かってなかった。で、まあまあ新大阪かな、品川行って、で新宿フェイスですよね。新宿人多いね、東京多いね、そればっかりでしたね。そう。で、まあなんか着いてなんかあれやったんですよ。体重測定。まあ、計量っすよね。計量がほんまに、家庭用体重計でしたね。びっくりした。家庭用の体重計とドクターチェックやって、なんか、あれやったんですよ。パンチングマシン。多分、ガチでやった人とか、パッとやった人、いっぱいわかるやと思います。テーパリットはほんまに、助走もつけんとパーンっていう、一瞬のインパクトだけで、やってましたね。まあそれは数字出えへんわと思って、あれであの数字出るんだったらすごいなと思います。で、まああれですね、適当にご飯行って、久しぶりの叙々苑行ったっすよ。行ってご飯して、まあ試合じゃないですか。あれ予定時間ってまあ知らされるんですよね、テレビマッチやから。そしたらもう30分も押したし、もうびっくりした。試合数は少ないけど、煽り食いがめっちゃ長い。あの感じはマジで初めて。まあ、ちょっとね、アップの時間ミスってしまったんですけど。まあまあ、そうですね、試合内容に関しては、もう完璧に、まあ、アマチュアボクシングでパッパッパッとポイントアウトされたっていう、俗に言うタッチボクシングですか。まあ、だけどまあ僕的にはまあ結構後半ボディで止まったんで、ボディのポイント上がるかなと思ったら1人しか上げてくれなかったですね。まあボディとダメージ重視で取るジャッジがっていう僕のイメージですね。で、まあセコンドが僕1人やったんですよ。1人やったからやっべーみたいな感じになってたら、アブシの川端会長と小島さんっていう、多分海老蔵さんのセコンドで入ってたボクサーの方が手伝ってくれて、いやー、マジ助かった、ほんまありがとうございますってね、思いましたよ。まあみんなやっぱり僕と同じような判定の基準でしたね。あ、そうなんやみたいな。中堅、あのルールはね、やっぱりハードパンチだというかには不利ですね。いや、まあ今までのこう企画はあれじゃないですか。ヘッドギアつけて、14オンスつけて、顔面で倒す。な、無理。マジ無理っすよ。僕も、倒されたことは、ボクサーとボクシングルール、まあ、日本ランカーとか、チャンピオンとか、まあ、東洋ランカー、東洋チャンピオンかな。世界ランカーで、テーパリットもやってるから、世界チャンピオンともやってるっすけど、顔面では倒されたことないっすね。絶対いけないです。で、まあ、ボディに関しては、いけたらどうだっす。びっくりした、ボディキッドし、と思って。あれっすよ、アキレさんっすよ。あれ痛かったな。ほんまにね、だから、花からそういう取らす気はないと僕は思ってるんで、逆に、藤崎選手が完璧に天心にポイントアウトして、
欲しいかな。変に倒しに行って1000万とかいう規約やったら、規約に乗ってしまうと彼の良さがなくなってしまうので、もう完璧にポイントアウトしてアベマに一泡吹かせてほしいなと思います。あんで、ね、あれっすよ、青木選手パーすれ違ったんで、こんにちはっていう一言言ってきました。多分聞かれると思うんで、さっき言っときますね。まあなんかああみたいなリアクションやったんですけどね。でまあどうなんやろう、案外キックボクサーはいなかったっすね。ほんまにボクシングの選手がいっぱいで、ねえ、村井さんも惜しかったっすね、一回勝って。で僕らの控え室は恵比寿岡さん、あの選手も一緒でした。あのボディでやられてしまった子も一緒でしたよ。なんかやっとホームラン控え室でしたよ。あとは何かな、あとはあんまないっすね。とりあえずまあそのデバリット本人もなんで負けたのみたいな、そんな感じだったっすね。聞いたらアマチュアのオリンピック戦負けてるみたいな言ってた気がする。俺の役が正しければ、まあほんまそんな感じだったんでしょうね。まあ僕的に意識はもう僕の顔面パンチあるけど14歳でヘッドギアやから、まあ気がするのも難しいんで、ボディから作って中入ってっていう風にまあ指示というかアドバイスしたつもりです。やっぱりね、その14ラウンドをやってる選手なんで、なかなか上がらないですね。そのスタートダッシュができないっていうかっていうのはあったと思いますね。まあまあもっともっと僕がうまく指示してたら彼はもっといいパフォーマンスができたのかなと思うと思います。だから悔しいですね。まあそんな感じですかね。あとなんか聞いてもらえたらと、あとあのパンチングマシンの動画もあるんでまたあげようかなと思います。まあそんな感じです。以上、VS 天心のバックヤード兼裏話でした。ではでは。